の修行場受選業。お客さん物好きね、大変危険なのでもうタレも使ってないのよこの修行場。あ、お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前我が娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。風林館高校はどこだ。早乙女の牛様、朝ごはんですよ。あは、茜君に対して馴れ馴れしい。連れが失礼したね。シャルロットはあずさちゃんのものですわ。ピーちゃんだけど、茜笑うと可愛いよ。うちの天道登場イソロ、乱魔在修行の受選業、まさに悲劇、蜜をかぶると女になっちゃう、ふざけた体質。茜のいい名付け、勝手に決めるなよ。茜のいい名付け、迷惑だわ。茜のいい名付け。Thank you.
せーの、ランマ2分の1受選教バタフライ記録その8。来た感じだった今ミシミシした感じ来たかった、ね、そうですね、今度はあ魅惑のリンボーダンスもう一回最高でね、これは面白いね、私最高好きこれ、これはね、うん、永井さんと麻生さんのね、うん、歌ももちろんだけど周りのガヤがおかしい、そうね、でも麻生さんとの永井さんの無邪気さ加減がいいよね、ほんとスウィートそう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 、やるじゃんそうなんですよ、これはですね、細かいところまで全部聞いていただくと分かりますけれども、本当にあのガヤはすごかったよね、あーそうだよね、みんなでやったんだよねって、僕やんなかったんだ、あれ、あれはね、女ランマが出てた、あれはね、メウがやってたもんね、でもね、みんな全部本当にね、そう、日高さんあの時何言ってた、私あの時には頑張れって言ったの、東風先生が出たもんだから、ここはちょっと応援しようかなと思って、あ、聞こえる聞こえる、うん、あ、そういうの注意して聞くと面白いかもしれない、あれは目立っちゃったのよね、あの最後こうフェードアウト仕掛けながら、ソウンさんがバカ者かなって本当、マスミちゃんはなんか言ったかな、東風先生頑張ってて応援してあげたんじゃなかった、知ったと思う、知ったと思うなんで、で、なびきちゃんは、はあ、完成してて寝てたかもしれないあれはね、れいちゃんもね言ってた、うん、なんかね、ムース頑張るねとかなんか言ってたような気がするね、結構、じゃあそれチェックするとムース頑張るねって言えば関さん、関さん頑張ったよね、関さんですよ、ね、本当に ね関さんね、きっとね、あのバーのね距離を、バーとのさスタートラインの距離もっと取りたかったと思う、もっと人間の言葉喋りたかったと思うんだよね、まっすぐ水に落ちてね、上上ですからね、そうだよね、関さんもソロで歌ってほしいね、うまいからね、関さんうまいですよね、すっごいうまいんだよね、そうよ、それからランバダランマ、あーそうだ、ランバダランマ、あのランマ的歌劇団ご一行様の記念すべき、本当にそうそうそう、ね、ふと考えるとなんかちょっと懐かしいって雰囲気が、ね、懐かしいですね、そうだね、だこのランバダランマを聞くと関さんの泣き声が聞こえるって、あーやっぱり、私もその噂聞いたことある、聞いたことあるでしょなんかシクシクって泣いてるこれなんだなんだって亡霊かって言ったら関さんだから夜中の12時過ぎに聞くとね、それ聞こえるわよたまに、嘘でほんとほんと、ほんとに、次回あたり関さんの歌作らないとやばいかもしれないね、危ないわよね、きっとね、そうだよね、ほんとね、あ、聞こえる、ほらナンマンダブナンマンダブ、ほらほらほら、聞いて聞いて、泣いてる泣いてる